プレイステーション4とプレイステーションビータ TV をより便利に楽しく、私ゲーム実況主のドグマ風見がご案内いたします。ブロードキャストがニコニコ生放送に対応、ゲームの実況生放送が楽しめるブロードキャストがいよいよニコニコ生放送に対応しました。ゲームをプレイ中にシェアボタンを押すだけで自分が遊んでいるゲームの画面がたちまち生放送の番組に、視聴者と一緒にコミュニケーションを取りながらゲームを楽しむことができます。いやー、ついに来ましたね、ニコニコ生放送対応。しかもね、シェアボタン一発で放送できるなんてまさに神アップデートですよ。ありがとうプレイステーション4。配信が高画質でより便利に、ブロードキャストがハイビジョンによる高画質の配信とアーカイブの保存に対応しました。これまではリアルタイムに放送していた番組もそれぞれのサービスのアーカイブからいつでも好きな時に視聴できるようになりますね。え、続いて HD 配信対応ですよ。やっぱりね、 PS4 の綺麗なゲームは HD で配信してこそですからね。しかもアーカイブ対応、いやー、今回のアップデートマジやばいっすね。シェアファクトリーでプレイ動画をデコレーション、録画したゲームのビデオがシェアファクトリーでかっこよく編集できるようになりました。自慢のプレイに特殊効果やテロップを加えたり、お気に入りのミュージックやプレイステーションカメラを使って解説を加えたり、自分だけのオリジナルビデオを作成することができます。完成したビデオは SNS を通じて友達とシェアすることもできます。いやー、ということでね、今ご覧いただいているのがなんと僕が作ったビデオなんですよ。これめっちゃすごくないですか。これ意外と簡単にできますしね、みんなもいじくり倒してシェアしちゃいましょう。録画したコンテンツを USB ストレージに、シェアボタンで録画したビデオやスクリーンショットが USB ストレージにコピーできるようになりました。残しておきたい大切なシーンやシェアファクトリーで作成したビデオも外付けのハードディスクや USB メモリーに入れて保存することができます。はい、これもですね、めっちゃいいですよね。 PS4 といえどもやはり内蔵ハードディスクの容量には限界がありますから、バックアップや持ち出しができるのはさすがですね。 PS ビータ TV からのリモートプレイに対応、プレイステーションビータに加え PS ビータ TV でもリモートプレイで PS4 に接続できるようになりました。 PS ビータ TV を使えばリビングの PS4 をネットワーク経由で別の部屋でも楽しめます。またデュアルショック4に対応し PS4 そのままの操作が楽しめるほか、2台のコントローラーで協力対戦プレイも可能です。いやー、リモートプレイだけでも十分すごいのに、コントローラーさえあれば2人で楽しめちゃうなんてすごすぎ。参りました、つながる体験もっと便利に、私ドグマ風見がお伝えしました。